あのグラブの企画とかプロデューサーどちらかでいうと作り手側の上原さんが、はいはいはい、そのプレーについて、はい指導していこうと思われたきっかけっていうのは何だったんですか。あ、なるほど。要するにこういうグラブがいっぱい返ってくるんですね。はい、で初めうちも自社じゃなくて、他メーカーのも販売してたんですけども、はい、ほとんどこういうふうにここのウェーブが破けて紐が切れて、はい、でここの後ろがパタパタなってっていうか、要するに手入れしてないし使う時にひねってるんですね。で型のいいとか悪いとかっていうのがよくあんまり分かってなくて、うん、自分に合ったものであれば、うんまあ、合ってると思い込んでるっていうのがあったんですけど、うんうんうん、であればいい型なのかな、はい、とかいうふうに感じてたんですけど、はい、上原さんの、まあ、教材を見て、はいまあ、なんていうのかな、型のいいグローブは対立運動ができる、はいはい、逆に型の悪いグラブは対立運動ができる、うん、自分のよく似たフィーリングがあればあこれいいなで全然違うとか聞いたらえこれは合わないな、はい、だから良くないなぐらいの感覚だと思うんです、はい、で実際僕もこういう、まあね、お仕事してるんで僕グラブ30個持ってますとかね、過去にグラブ40個作ってきました使いましたというそういう方がグラブリックに持ってきはったこともあるんですけど、はい、ほとんどやっぱりその人の同じような形になってるんですよ。で一つがこうなって一つがこうなって一つがこうなってとかじゃないんです。やっぱその人の自分のなんかフィーリングに合ったものをするんですけど、はい、僕がそこでいやじゃあ例えばこういうグラブこれどう思いますかとこれがその申し上げた対立運動ってことは普通あまり知られないですね、はい、こういう風になるグラブどうですかって言うとこれいいですねって言われる。でもその人の持ってるグラブとは違うんです。でこれいいですねってことは何かっていうとこれは人間の手の自然の動きなんですよ、はい、で野球もいきなりキャッチボールせーパロッと落として下手くそなんでできへんねんじゃなくて、はい、じゃあ昨日もちょっと実は講習会してたんですけども、はい、この子取れないんですって先生が言われるんです。いや取れないんじゃなくてきっと先生この方は、ミットとグラブとかグラブと手が合ってるとか合ってない前に、はい、じゃあ素手でやりましょうって言ったら素手でやった時にポロッとこぼしちゃうんですよ。で僕が言ったら先生ね素手で取れない子にミットかグラブ作ってゲーム中にいつと自分に飛んでくるかわからない緊張感の中でそれで完璧に取れっていうのはね、そうですね、自転車で言うといきなり一輪車乗ってなんか持って曲芸性っていうのと一緒で、はい、いやまずはじゃあ遡って素手でしっかりと取る、はい、素手で正しく取る練習をしてから素手に、その次にグラブをつけて正しい練習してそれから応用になるという形ですね。ステップアップしていく。でそういう素手の練習方法っていうのがほとんどされてない。そうですね、ここはリラックスして手首がリラックスするから肩がリラックスで腰がリラックスで肘がリラックスするから力みがなくなるやろっていう感じ。でそれを体感させてあげる。でみんなでキャッチボールする。で上手くなって褒めてあげる。素晴らしい。そうするとどん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 上手くなる。